広島に行ってきましてね、この前、2011年に、スタートした、2011年の年初にスタートした、5期6期というクラスがあって、まあ、そのうちの6期という、週末のクラスに参加してた、まあ、カズと言われている広島のコーチなんですけど、その人に、まあ、呼んでもらって、まあ5期6期はとても大変なというか、6期はとても大変だったクラスで、東日本大震災のね、が金曜日で3月11日で12、13、授業があったのが6期なので、まあそういうね、なんかこう日本史上も大きなこう激動の時期をまあ一緒に過ごした期ですけれども、もうそろそろね、5年になろうとしてますね。で、5年経つとやっぱりすごく人は変わるんだなというふうに思います。彼女は当時はね9ヶ月だったんですよね、クラスが。で6ヶ月じゃなくて9ヰ月でクラスやってたんですけど、まあ、日数は18日で一緒だったんですけどね、まあ、来た時からすごく頑張って、まあ、会社でね松田というところで仕事をしてましたけど、松田でずっとまあ調達というか、の仕事をしてて、まあ車の会社ですからね、その下請けというかね、作って部品作ってくれるところに行ってね、いろいろ折衝したりとか現場入ったりいろんなことしながらね、コスト下げたりなんだりというのを、まあ、ずっと仕事にしてて、で、まあ、頑張ってたんだけど今のやり方では限界があるなとか、本当に体もしんどいとかっていうことがまああって、でお子さん小さかったんですけどね、まだ小学校入る前だったんですけど、まあちょっと預けられなかったので、お子さんのことをいつも新幹線にね、お子さんと一緒に乗りながら、でこっちでシッターさんにこう預けてですね、でとにかく頑張って学んでこう帰るということをまあ繰り返してました。で社内でいっぱいコーチングをして、で今はね、なんかあれなんだって言ってた、幹部候補生みたいなね、これから幹部になっていく人みたいな人をね、ちょっと自分のところに預けられてて、でぜひコーチングしながら育ててやってくれみたいなことを言われたりとか、でまあ社内でもずっとコーチングを使ってきてるし、コーチングでいろんなねそのプロジェクトに貢献をしてきてるし、まあそれだけじゃなくてクライアントさんもね、社外にもいたりとか、それからあと地元のねカルチャースクールにね企画を持ち込んで、そこでコーチングセミナーをやったりとかって、まあずっとね、とにかく自分で道をこう切り開き続けながら頑張ってたんですね。そんな彼女がですね、去年交通事故にあったんですよ。で交通事故にあって、ちょっとまあ腰がだいぶもう言うこと聞かないというか、動けない状態になっちゃって、まあ整体っていうんですかね、整体院みたいなところにこうたまたま行きましたと。で行ってね、そのなんか若い先生がこう自分の担当でついてくれて、でまあなんかやってもらってる最中にいろいろこう話をしてたら、まあその人が、まあ女性の先生だったらしいんですけど、その人がこうすごく人生でいろんなものを抱えながらね、実は家庭の事情が大変だったりとか、それから仕事にも結構大変なことがあったりして、すごく頑張ってるって話を聞いて、ですごく共感してですね、まあ、自分も頑張ってるのでこう共感をして、ですごいいろんな話聞きながらで、2回目行く3回目行くっていうことをしてるうちに、まあだんだん我々はなんかこうね、話を聞いてるのか共感してるのかコーチングしてるのか、こうボーダーラインがありませんからだんだんこうコーチング的な感じになってきて、その2回3回そのカズキが通って、少しその腰が良くなってくるのと、今日同じくしてというかですね、そのなんか、女性の先生もどんどんとこうなんか人生がこう2回3回で好転し始めて、でそれを見てた院長先生がですね、なんかお前変わったなと、どうしたんだと、いや実は最近来てくれる人で和貫さんって人がいるじゃないですかと、でなんか人に話聞いててもらったらすごいなんか気持ちが楽になったし、やりたいことが見つかってとかってこうなったらしいんですよ。でそれを聞いた先生が、院長先生がというかね、オーナーの方が、なんか自分もねすごく悩んでることがあるから、ぜひ話を聞いてもらいたいとなって、それで急に担当の先生が変わってしまうということ院長権限で担当の先生が変わってしまいですね、でその先生が初めて話を聞いてもらいながら、でやっぱこれはすごいと、でこれなんかこれだけ受けることできないんですかって、まあ整体に来てもらった時しかやってもらえないんですかみたいなこう話になり、あじゃあそれ別にコーチングしましょうかということで、こう継続のねセッションのこう契約をしましたと。実力が上がってくるとこういうこといっぱいありますから、私も、ずっとコーチングに出会う前から行きつけだった某イタリアンレストランでコーチングを学ぶようになってからですね、従業員いじりが激しくなってですね、スタッフの人にやっぱりちょっとなんかこう声かけたりとかねするんで、なんかね元気のなかったスタッフとかがね、なんか私のとこのテーブルにだけ楽しそうに来るわけですよ。で元気になって帰ってるわけ、それやっぱ見てんだよねオーナーってねお客さんなんだろうと思ってこうオーナーが来るんですよ。
あの僕は、こういうのをアリノス理論と言ってるんですけど、あの働きアリをつついてると奥から女王バリみたいなのが出てくる出てくるんですよね。であの出てきてですね、であの、どんなことされてるんですかって言われて、まあ、なんかこう仕事の話したら自分もこう受けてみたいとこうなって、であのコーチングしたりとかね、それからセミナーに来てくれたりとかって、あのそういうことこれからいくらでも起こりますから、であの皆さんが完璧にですよ、自分のコーチであることをこう防御して誰にも見られないように隠してたら何も起きませんけれども、あの小出しにしてるだけでもそういうことがいろいろ起こりますから、でまああの数抜きもまたそういうことが起こったんですね。でその数抜きにコーチングを受けたいって言ったね、その整体の院長さんがですね、まだ28区なんですよ、若いね、若くてもすごく頑張ってるんで、その人の人生もご紹介しますけど、僕はこの話をどこから仕入れてきたんだってことなんですけど、あの5分10分インタビューをするとそういう人生の話がいろいろと聞き出し上手なので聞けてしまうんですけど、その院長さん、あっきさん広島だったんだけどね、その院長先生はね、あのサッカー少年で昔で、5歳の時からずっとサッカーやってたんだって。でもうサッカー大好きで、サッカーに明け暮れて、でもう楽しくて楽しくてずっとサッカーのことばっかり考えてやってたら、小学校5年生の時にサッカーやってる途中に突然あまりの痛みに気を失っちゃって倒れちゃったんだって。でそのまんま病院に運ばれたんだって。で病院に運ばれてレントゲン取られて、初めて自分の腰骨が人よりも結構小さいんだと、まあ、そのせいでいろいろ負荷がかかってて、まあ、なんかヘルニアみたいなことに今なってるとっていうことが初めて分かって、でこのままだったらサッカーできないって言われて、いやそれは困ると。で小学校5年生からずっとコルセットをし続けながらそれで練習をしてたんだって。でもまあ痛くなったり苦しくなったり大変なんだけど、でも諦めたくないからコルセットして、なんかで少しこう筋肉を鍛えたりなんだりした方がいいとかって話聞いたら、自分なりに筋トレしたりとかってして、でもなかなか良くならないしっていうので、でも中学校とにかく頑張り続けて、で夢があったんだって。あの広島なんですけどね、広島 の, あのサッカーの名門高校があって、そこに行って、で高校3年生の時に全国大会に出場するんだと、でいうのが夢 でだからもう絶対諦めたくないからって言って、で結構でもね、あの文武両道をやらないといけない学校らしくって、あのだから勉強もすごいして、であのなんとかその高校に入りたいと、だ中学校も部活も一生懸命やるし勉強も一生懸命やるし、でなんとか志望の高校入った。でもう夢に向かって一歩近づいたから、またもっと猛烈に練習する。でも腰別に良くなってないんですよ、コルセット相変わらずしながらだけど練習し続ける。でまあその同じ学年の中ではこうレギュラーみたいな感じになってこう頑張ってる。でも高校2年生のある日ですよ、トイレで用を足してたら完全に動けなくなっちゃったんだって。もう体が全く動かなくなっちゃった。でそのままトイレで動けなくなって、また病院送りになっちゃったわけです。で先生にこんなことやってたらダメだよと、本当に体動かなくなるからと、だからもう絶対に練習しちゃダメだって言われちゃったんだそうです、病院の先生にね。でまあでもだからといってなんか治ることがあるわけでもなく、なんかこう湿布かなんか渡されて、で湿布貼って1ヶ月2ヶ月、まあ、学校には行けるでしょうね、安静にしてて、でも全然良くならないと。俺何のためにこの学校来たんだろうで、もうなんか周りがすごい楽しそうにしてるけど、自分は何にももう夢もないし目標もないし生きがいもないしで、こう苦しい苦しい苦しいとやってた時にですよ、またね青春ドラマみたいな感じなんだけどね、後ろのね教室でね、後ろの席に座ってた女の子がポンポンって肩叩いたんだって。ねえねえって言って、でなんかね1枚ねカードを出したんだって。でよかったらここ行ってみないって言って渡してくれたのが診察券だったんだって、ある整体院のね。でなんかピンときたものがあったんでしょうね、あの行ってみたいと思って行ってみたんだって。そしたら先生が、そこの先生が黙って自分の体いろいろ見てくれて、最後またサッカーやれるようになるからって、絶対良くなるから一緒に頑張らないって言ってくれたんだって。で誰も今までそんなこと自分に言ってくれなかった、もうやめた方がいいとか良くならないとしか言ってくれなかったのに、初めて自分の人生で絶対に良くなるから応援するからってやろうって言ってくれた人がいて、この人のこと信じたいと思ったんだって。でまた信じて2人でその、ね、先生と一緒に取り組んでたら、また動けるようになったんだって。でサッカーがやれるようになったんだって。すごいよね。で3年生でレギュラーになって、でとにかく全国大会出たいって言って、またチャレンジできるところまで戻ったんだって。でそれですげえ頑張って、実は残念ながら最後の大会は県の決勝でもう一個の強豪校に負けちゃって全国大会出らんなかったんだけど、でも本当にやりきったと、もう全部やりきったと思えるような体験を最後の1年間でできたんだって。でなんかそれまでのねサッカー人生をこうもう悔いのないサッカー人生を振り返った時に、あやっぱりあの先生があの時、いや絶対もう一回やれるからってやろうって
諦めたら何にもないんだよって言われて、もう一回やろうと思えたこと、あれが大きかったんだと思って、俺もあんな人になりたいって、それでまあ、真っ直ぐな人なんでしょうね、それで専門学校に行って、で柔道整復師っていうんですか、柔道整復師っていうんですか、それの資格を取ろうと思って頑張ったわけです。でまあそれで頑張りました、資格取りました。でまあある整体院みたいなとこにこう働きに出ました。そうしたらまあほら、そこはそこのカラーがあったりとかさ、仕事があるからさ、なんかどこでもここでもそんな青春ドラマみたいな仕事をさせてくれるわけでもないじゃないですか。だから、あ、そうかと、なんかこういうふうに雇われで、なんか入った病院で本当にやりたいことってすぐはできないんだと。じゃあ5年10年我慢するの、でもそしたら本当にできるのと、分かんないってなって、あ、やっぱり自分で開業しなきゃって思って、またもうとにかく一生懸命お金貯めて、でいろんなコネクション作って、で自分の整体院を作ったんだって。ところが今度ですよ、作ってみたらまあ大変ね。だって一人でやってるうちは自分でこうポスティングしに行って、朝ね、ポスティングして、で掃除したりなんだりして準備して、でお客さん来たらね治療して、でまあなんか書類作ったりなんだとか、もういっぱい仕事があって、でようやく終わって、終わったらまたポスティングしに行って寝てみたいな、そういう暮らしですよ、ずっと。でもとにかく自分の夢のために頑張ろうと思って頑張って、今度人を雇えるようになった。でじゃあちょっと手伝ってもらえる、でも思ったようになんか動いてくんないわけですよ、違う人間だからみんな。だから結局今度もっと手がかかっちゃう。でなんで俺こんなに頑張ってんのに、俺はこいつの給料払うために死ぬほど頑張ってんのに、なんでこいつはこんなに協力しないんだと、なんでこいつは意識が低いんだと、俺何やってんだって、どんどんこう負のスパイラルにはまっていくわけですよね。それでも夢に向かって頑張り続ける、でも苦しいっていう時になんですよ、ある日奥で仕事してたら、なんかいつも悩んでてもうこのスタッフ変わんねえなって思ってたスタッフがすっごいニコニコやってきて、お前どうしたんだって言ったら、あ、この間来てくれた和之さん、ここなんですよ、こういう流れなんです、こういう流れがあって、興奮しまくってますけど、こういうこんなにマイク割れることないんですけど、向こうも下げてこっちも下げたらどうなるんでしょうか、こういう流れがあってですね、で2人が出会うんですよね。そこからまだ1年ぐらいしか経ってないの。でも1年の間にその人がもう一回やっぱりそうだって忘れてたんだって、自分が何のために本当に整体やろうと思ったのかすらもう忘れちゃってた。でそれをもう一回思い出して、そうだって、じゃあそのためにはどんな家にしたいんだろう、でスタッフにどんな風にここで働いてもらいたいんだろう、じゃあそのために自分はどんな院長としてそのスタッフに関わりたいんだろうか、でコーチングの中でどんどん出してどんどん行動していって、そうしたらですよ、1年の間にそこは人に任せられるようになった、もう一個整体院作ってそっちも人に任せられるようになった、しかもそれだけじゃなくて、今他のね悩んでるそのね整体の院をやってる若手の仲間たちのコンサルティングをやるために全国飛び回ってて、しかもそこでなんかもうそのコンサル会員みたいなのができてて、全国のいろんな各地から定期的に呼ばれるようなことがたった1年の間で起こっちゃったっていうんです。コーチね、いや、よく和之よくやったなと思いますけど、コーチングもすごいけど本人もすごいね、本当にそのでもそのコーチに手伝ってもらいながら試行錯誤してどんどん行動を起こしていったら、やっぱり1年でそんな風に劇的に人生が変わってくるんで、みんな見てるわけよ、仲間がね、なんかこの間までブーブー言ってたのにこいつすげえ変わったなと思うわけだから、どうしたのってみんな聞くんですよ。で教えてもらいたいになるわけです。でじゃあやろうよって言って、でも今自分はね他の院に入って手伝ってあげられる余裕があるから、だからやろうよって入る、そこが変わる、そうするとうちにも来てくれってなるわけです。でどんどん今人生が変わってるわけで、いやこの仕事で何が大切かって、コミュニケーションが一番大切なんだっていうことが本当に今更ながらよく分かりましたっていうふうに、その先生がね、技術が大切だと思って技術で人を治すなんてそればっかりやってたけど、いやコミュニケーションなんだ、しかも最初は自分のこと治してくれたのは技術じゃなかったんですよね。先生がサッカーやりたいんだろって、もう一回やろうよって、本当応援するからって、大丈夫だよって言ってくれたことで変われたのに、それ忘れてたと。コミュニケーションなんだと、でスタッフともそうだと、スタッフが何考えてるかとか何悩んでるかなんて全然考えたことなかったと、スタッフの話なんかちゃんと聞けてなかったと、自分の夢もちゃんと語れてなかったと、そんなんで分かってお互い分かり合ってうまくいくなんてありえないのに、あ、なんでそんなありえないことを望んでたんだろうかと、でありえないことを望んで苦しむなんて、なんでこんな今から思ったらバカみたいなことやってたんだろうかと、
あ、コーチングだったんですね、コミュニケーションだったんですね。いや、今なら分かります。一番大切なのが自分とコミュニケーション取ることだって。自分の本当の気持ち、本当の状態に気がつく、本当にやりたいことに気がつく、で今できてることに気がつく、少しずつそれをやっていくために自分を勇気づける。でもう一個、他人とのコミュニケーションですね。相手は何を考えているのか、何を感じているのか、相手は何を目指しているのか、それを聞いてみる。で自分の思い伝えてみる。で一緒にできることを探してみる。あ、それだけで本当に人生変わるんだっていうことを、もう今はよく分かりますと。だからそれを教えたいんですと。でも僕はそれをうまく教えられないから、和之先生に教えてもらいたいと思ったんですよって彼は言うわけです。で、彼のそのコンサル会員みたいな人に対してコーチングを教えてあげてくれないかって、まあその彼女は言われてですね。で広島でね、その生体の生体院長向けのコーチングスクールをやってるんですよ今。で笑っちゃうことに、全国から広島に学びに来てるんです。まあ笑わないけど、でもそれ大変だよ。この間も行ったらね、どこから来たの、福島から来ましたとかね、ん、何時間って、まあもろもろ6時間半ですみたいなかけて、いやね、皆さんも東京来てるし、6時間以上かけて東京来てる方もいらっしゃると思うけど、すごいのよ、広島に行くんだからね。なんか東京にもなんかありそうじゃん、赤坂あたりになんかありそうじゃないですか、よく探したら完全に通過して完全に通過して広島行っちゃうんだもの、すごいなと思って。でもやっぱり毎回そこで仲間と会って学んで、でやりますって帰っていくわけです。すごいなと思って、でその人たちに対してスペシャルトレーニングをやってくれないかって言って呼んでもらったんですよ。もうね、感動しました。感動っていうのは、みんな苦しい の患者さんとの間で揉めることもあるしね、それからあとはスタッフとの言うこと聞いてくれないとか分かってくれないもう山ほどあるしね、それからあとは家族ね、家族のどっかで本当は家族のためを思って頑張ってんのに全然伝わらないで、家族とうまくいかない、すんごい苦しんでんのね。でそういう中でもすごいみんなに聞いたら夢があるわけ。やっぱり素晴らしい仕事だと思うんだって。でね、例えばそのね、怪我してね、もうサッカーやれないっていう子供がやれるようになってもう一回夢をかけられる、それも素晴らしいけど、それだけじゃないんだと。別に我々は怪我治したいだけじゃないと、本当にやりたいのは何かね、いつまでも楽しく生きられる体っていうのを作るとか、それをサポートするとか、で年取ってもね、やりたいことがやれるとかね、で自分の夢に向かってチャレンジできるようにその体をメンテナンスするとか整える、それをやりたいんだと。でやっぱりどっか特別な場所に行かなくても、自分の近所にそういうところがあって、いつも自分の体のことが分かってメンテナンスしてくれる人がいて、でそこに行くとなんかすごく楽しいし、幸せな気分になれるし、やれる自分になるし、でそういう場所があったっていいじゃないかと。でそういうのを作りたいんだと。で病院も頑張ってると、でも病院だけじゃできないことも絶対にあると、だから我々も頑張るんだと。ですごい夢大きいわけ。その少子高齢化とかね、今の医療費の問題とか年金の問題とか、そんなことも考えながら、いや、 やっぱり本当に地域で健康を作るとか、それを支えるプロフェッショナルとして、地元に根付いたプロフェッショナルとして、俺らはこの町をもっと良くするんだとか、それを通じて世の中絶対に変えるんだとか、で日本が良くなったら他の国にもそういうやり方考え方ってどんどん伝えたいんだって、そういう志でやってるんですよ。でだから苦しくても集まってくるわけで、夢語り合いながら頑張ってんの。でその人たちと一緒にね、なんかポジションチェンジとかしながら、本当の自分の気持ちに触れるとか、相手の気持ちに触れるとか、コミュニケーション変えるっていうのをやったわけです。で夕方になって、そろそろみんな帰んなきゃいけなくなるんですよ。ですいません、電車の時間があるからって、明日も病院、ね、自分の家開けないといけないし帰りますって言うわけで、もう僕もバーって走ってって、本当にありがとう、頑張ってねって言うと、いやお会いできてよかったです、俺絶対福島帰ますからとか言ってボロボロ泣くの。なこんななんか中学生高校生みたいな、こんななんかピュアな気持ちを持った本当に大人がいるんだなと思って。でやっぱりね、なんかね、今はまだコミュニケーション十分取り切れてなくても、こういう先生がやってるいいんだったら、絶対にいつかね、スタッフの人たちも心を開くだろうなとか、それからこの思いっていうのは絶対にそのね、患者さんというかその利用者さんたちにもこう伝わっていくだろうなっていうのをこうありありと感じて帰ってきました。でなんかね、コミュニケーションがというかね、その自分とコミュニケーション取る、それから本当の人の気持ちに立って、でここを入り口に人とコミュニケーション取る、こういうことが足りてないだけなんですよ。でそこがもっと増えていったら、絶対に良くなっていく人とか業界とかって山ほどあるし、というかもう例外がないぐらいそれで良くなっていくんだっていうことです。で私たちがそのことを忘れずにやり続ければ、
なんか諦めずにね、例えばまあ皆さんご存知のところで言うと楊さんみたいにね、諦めずにもう絶対にアスリートにやるんだって言い続けてたらそういうことが起こることもあるし、今日スペシャルゲストでみゆき先生って後でご紹介しますけどね、もうずいぶん昔からの私たちの仲間ですけれども、もうどんぐらいになる、7年8年8年ぐらいね、一緒にコーチングやってる仲間ですけれども、彼女なんかもね、本当に自分がこういう人に貢献したいとかっていうこともいっぱいやってきたけれども、やっぱりね、ふとしたところからチャンスがこう舞い込んでくるとかで、やり始めてみたらすごくこの人たち面白いとかっていう人たちが出てきて、そこにコーチが入った時にすげえ激変するっていうのもいっぱいあるんですよ。でだからね、本当に何か今日は皆さんと一緒に午後ね、自分はどんな人を応援したいんだろうとか、それも探してほしいのね。どんな人を応援したいんだろう、でその人に何をしてあげたら喜ぶんだろうっていうこともぜひ一緒にやっていきたいし、それがやれたら本当にコーチとして幸せだけど、もう片方はひょんなところからあなたのことを求めてる人が出てきて、でそこにこうぶつかった瞬間にそこで思いもしなかった未来が開けてくるっていうこともいっぱいありますから、そのことを知っといてください。本当に本当に私もね、なんかそこにちょっと関わらせてもらって幸せだったし、あそこからまた大きなね、なんかうねりがこう起きてくるんだろうなということです。ちょっと参考までお話をしました。隣の方と一言二言、なんか今の聞いて思いついたこと、思い出したことをお話しください。はい、どうぞ。